これでツヤがあるとすごいです、へえ、ジャーみたいな、オレンジみたいな、ああ、はい、少しだけ明るくなってますね、はいはい、明るくなってますね、はいはい、そこポイントですね、はい、思ったより少し明るくなるイメージです、うん、これは施工前ですね、これ施工前です、ガラッと変わります、このようです、はい、実際ちょっと見に行くの楽しみですね、はいはい、そうですね、はい、ではまずですね1軒目、はい、撮影の ご協力をいただいたお家に行きました、はい、担当の高田くんがいるので、はい、高田の方から説明があった方がいいと思います。はい、はい、まず外壁から来ます。お願いします。外壁はもともと色が褪せてきて若干グレーには見えてたんですけれども、うんうん、お客様はもともとベージュ系のお色だったっていうことだったので外壁はもうベージュをメインに使っていきました、はい、あとはまあところどころ大部分そのトイとかあとはカサギとか、うん、そういった部分はもう塗り替え前と同じような色で、合わせていくという流れで塗り替えをやっていきました。はい、はい、シミュレーションとどうだった？だいたい一緒だったですけどやっぱりその画面で見るより実際に塗った方が若干明るくなる。はい、まあ光るんでね。はい、確かに。これ三部艶でしょ？はい、三部艶です。やっぱ三部艶だとかっこいいね。かっこいいです。積水さんでこのパターンで艶があるとブワーって光るんですよ。で元々が三部なんで塗り替えてツヤになるとちょっと残念なお家になってしまうこともあるんで、うん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 、結構注意なんですよね、はい、このブリック調のこの凹凸がでこうツヤを変えたりとかしてあげるといいと思います、うん、すごい綺麗なお家、うんうん、豪華、綺麗ですよね。綺麗ですね。めっちゃかっこいいですね、はい、あとは基本的にサッシがもうそのグレーのようなお色になっているので全体的にそういったトイとか二重部分も黒で合わせてあげる、はい、イメージこんな感じですね。はい、はい、ありがとうございます、はい、特に今日もう晴天なんで明るく見えます、うん、お客様って基本的に思ったより濃くなったっていう方っていらっしゃらないんですよ、うんうんうん、思ったより明るくなった薄くなったっていう方の方が圧倒的に多いですね、はいはい、なのでそこだけちょっと注意していただければと思います。はい、はいはい、分かりました。じゃあ次行きましょうか。はい、お願いします。はい、次行きますって言ったんですけども、はい、すごくこれ日当たりと日陰が分かりやすいお家だったのでちょっともう一回行きましょうか。これが日が当たってるの、はい、はい、イメージ全然変わりませんか？変わりますね。イメージ変わるんですよ。はいはいはい、正面も日陰だとこんな感じの色合いになる、はい、なるほど、うん、このイメージをしてるんで日が当たると思ったより明るいねという話になるんだと思います。今、はいはい、反射なんでね色は、うんうんうん、はい、じゃあ次こそ次行きましょうか、はい、お願いします。はい、はいはい、続きまして、はい、こちらになります。はい、屋根も塗装をしているんですけども、うん、どうしてもですね屋根って見えないんですよ。そうですね、はい、なので壁からのメインになると思いますけど、はい、今回のテーマはシミュレーションとのどれだけの差があるかということだったので、うんうん、はい、仕上がりがこんな感じ。はい、こっち日陰ですよね。はい、こんな感じでございます。こちらも三部艶ですね。洋業系サイディングになると結構私たちは三部艶が多いかもしれないです、ね、はいはい、これグレーですか？グレー、グレー、いい色ですね。もう全部の色をグレーにした感じですね。ここはもう、はい、メーカーさんからの標準色、メーカーさんからこの色だとお家に合いますよっていう色ですか、はいはいはい、標準色。ポイント、ポイント、まあ全体的に前の色もそうですけど、はい、そのグレー系でまとまってたので、うん、壁の面は薄いグレー系で、はい、動作とかこういうトイとかそういった部分全部統一してあげて統一感出してあげる。なるほど、はい、屋根は何色だったんですか？屋根はダークグレー、ダークグレー、同じグレー系です。おー、はい、ダークグレーはやっぱり自然な黒だよね。そうですね、はいはいはい、真っ黒っていうよりちょっとだけグレー入ってて品が結構あって、はい、意外と真っ黒のブラックって可愛くなるんですよね。はいはいはい、すっごく黒光りしますね、ブラック。そうですね、うん、悪く言っちゃえばゴキブリの背中みたいな。じゃあ次の、続きまして次、はい、3軒目いきましょう。はい、お願いします。はい、続きまして3軒目です。はい、ガラッとお家の色が変わった、はい、お家ですね。はい、こんな感じです。すごい柄で色が変わってるみたいな、色分けされてるような感じですね。そうですね、あ、新築の時が
色違うんですよね、はいはいはい、柄で、はい、その柄で変えてきます。なるほど。 が基本です。なるほど。ただもうちょっと全然違うようにということももちろんできるんで、はいはいはい、そういったこともやってます。ガラッと変える場合はもう絶対シミュレーションは、うん、はい、やった方がいいです、ね、必須ですね。絶対やった方がいいです。絶対思ったイメージと全然違うってな一番なるパターンなんで、はいはいはい、なるほど、はい、ここは屋根は塗装じゃなくてカバー工法ですね。はいはい、はめていくやつですか。上からこう乗せる、はいはいはい、はい、もう塗装ができない、屋根、前にあの、うん、ノーアスって言って、うん、はいはい、あれで上にこうかぶせた、はい、でも屋根もシミュレーションもちろんできます。なるほど。でちょシーリングはこれは先打ちです。先打ちです。先に打って、はい、シールを塗るんですね。で、今回この壁を2色にしてるんですけど、はい、換気フードってあるじゃないですか、はいはい、あれも塗るんですけど、はい、本当はサッシの色と同じだったんですよ。はいはいはい、なるほど。ただ今回はもうこの縦取りとかもそうなんですけど、はい、フードもそうなんですけど目立たせたくない、はい、なので同じ色にして白いラインとかアクセントにポコってなってしまうものは全部なくして壁の色、はい、なるほど、という仕上げ方ですね。はあ、はい、はい、で次は4軒目。4軒目もあちょっと近く、はい、うん、はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、お願いします。はい、ラスト4軒目です。はい、タイル調だったサイリングを一色にした感じで、はい、アクセントはあるので2色使ってますね。はいはいはい、はい、こちらもガラッと変わった、変わったんですね。はい、はい、おうちとなります。あの木目調なんですかね、あそこは。そうですね、縦張りの木目調。はい、ここもシールは先打ちです、うんうん、やっぱ日向と日陰は全然違いますね、うん、全然違いますね。これも産物屋の産物です。はい、でうちよく仕上がりいいねって言われるのが、はい、二重部って言ってこのハフ板ってこの斜めの板、はいはいはい、とか雨戸り、はい、あとこの化粧のこのモールとかこう、うんうん、焼くものなんかも、はい、はい、産物屋なんですよ。ここも結構塗り替えるとピッカピカーってなるんですけど、はい、ピカピカの方は持つんですけどね、持つんですけど、うちは産物屋の方がやっぱり人気あります。なるほど、うん、塗り替えたって感じより新築に戻したい方の方が多いかもしれないですね、うんうん、はい、これ産物屋じゃなかったらもっとギラギラしてるとまぶしいですね。出会ってなりますよ。眩しい。眩しいですよね。いや本当に。そうですね。この日差しだったら本当にギラ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 。本当に。いやいや、これぐらいがちょうどいいですね。でっかいです。これでもツヤありますよ。はい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 。これでもボブツヤぐらいな感じに見えますよね。この日差しだと。そうですね。本当に。日陰だと全然。はい。三分ツヤって感じですよ。うんうんうん。まあ今夏ですからね。はい。確かに。いや、これで4軒目となります、はい、シミュレーションとの違いを現地で実際見てみる企画でした。はい、はい、ありがとうございます。以上となります、はい、また次回会いましょう。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。